おっそ、これですね、スコースマイソーです。はい、どうも、マイタケちゃんです。今日はね、俺いくつの時にね、ロシアにするね、ヤマト、コウサイのね、リンクスのリ演奏に行きたいんだけど、ロシアのレスリングでね、レスリングってすごいよね、頭からこうバーってこう、頭から落とすんだよね。で、そういう時で、リンクスで、若手と、こう、受け身の練習させてね、そう、受け身の練習をこう、ロシアの、選手たちっていうのは、こう、危ない角度で落とすから、山本とかね、ナルセとかね、受けさせたんでね。そしたら、見事ね、試合でもあいつら、ちゃんとバーンとこう、受け身取って、ね、ロシアの連中にね、こう、一歩取ったんですよ。うん。一歩取ったんですよ。うん。で、それで、あ、これ使えるな、なんて言って。ほんで、ロシアのね、打撃、あと、コマンドサーボ。そのね、技術をね、リングスジャパンの連中で、こう、どんどん、こう、吸収させていったんですよ。で、こう、吸収させていったんですが、やっぱりね、山本とかね、結構、あ、これはいけるな、って言って。で、ヘルマン・レンティックとかね、まあ、そういう、まあ、レスリングね、コマンドサーボの技術とか、そういうのを結構、やりました。ほんで、それから、大系のね、ピタザ・タリアルとか、そういうぐらいのね、タムラとか、そういう、キング・オブ・キングスの、KOK ルール。結構ね、ナルセとかね、そういう、まあ、坂田とかね、結構、来てたんですよ。うん。そういう、やったんですよ、俺ら。そういう、やったんですけど、ほんで、ほんで、まあ、そういう技術がね、そう、技術がどんどんこう、向上しててさ、で、その後ね、リンクスが、ま、崩壊して、まあ、プライドとかね、プライド、そう、まあ、いて、で、まあ、俺がね、アウトサイダーとかね、そういうなんかこう、若手がどんどんこう、出てこないかな、と思ったんですけど、そしたらね、本当にヘビー級のいい レスラーがこう、連中がね、まあ、もうそういう、なんか、突っ張りとか、ヤンキーとかね、こういうヘビー級のね、なんかこう、ヘビー級のね、こう、選手がどんどん出てくると思ったんですよ。そしたらね、朝倉兄弟とかね、ケイノスケとかね、朝倉兄弟とか、ミグルとかね、カイもね、結構最初こう、なんかこう、才能だけでこう、バシバシなんかパンチ一本でやってるなって思ったんですけど、だんだんこうね、プロとこう、練習混ざるようになってきてね。じゃあこう、なんかもう、ああ、これこいつら使えるなとか、あ、こいつら、結構いくなーって思って。そしたらこう、ライジって、そんな感じですよ。はい。そんな感じです。